ちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあね、タイトルとかサムネにも書いてあったんですけど、358のね、数字の話をね、しようかななんて思います。まあ358ってね、すごくね、まあ、パワーのある、すごいね、不思議な力を持つ数字だっていうことで、まあ自分がね、一番初めに358がいいっていうものをね、知ったっていうのは、いつもね、まあ名前出して申し訳ないですけど、パンダ渡辺さんのね、LINE アットに登録してまして、そこでね、まあパンダさんが、写真で、まあ358のね、お札を、まあ、写真で送ってきて、それで358の数字のお札を集めるといいことあるかもよみたいな、そんなねことをね送られてきて、そうなんだっていうことで、ちょっとね少し意識するようになって、まあ、358のねお札があったら、まあ、使わないようにしようなんて、そんな風にね思って、まあ最初ね取っとくんですけど、いつの間にかね使ってしまってたなんて、そんなことをねずっとね経験してきたんですが、まあ自分がね動画を、まあ、毎日撮るようになって、いろんなね、まあ、方の動画をね見るようになってから、358のね、まあ、意味とかそういったものをね勉強しまして、それですごくね、まあ、パワーのあるいい数字だっていうことで、自分もねすごく、まあ、意識するようになりました。それで、まあ、358のね車のナンバーに2358にすると燃費がね2割とか3割良くなったりとか、まあねこういう話聞くと本当かなみたいな、そんな風にね疑ってしまう人もねいるかもしれないんですけど、あとね、まあ、キャッシュカード、まあ、銀行のねキャッシュカードの暗証番号に358をね散りばめたを入れた、そんなね暗証番号にすると、そのね口座はなぜかお金が減らなくてどん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 増えていくなんて、そんなね話も聞いたことありますし、まあいろんなねすごい効果があるっていうことで、自分もね358のねお札は今ね、昔はねこうよく使う財布に入れてたんで結局使ってしまってたんですけど、今ね資産構築財布っていうのを作って、そのね財布はまあ絶対使わないっていうことで、まあね358の数字を見たら、そのね中のお札とね入れ替えるみたいな、そんなことをするんで、結構ね、まあ、358の数字溜まってきまして、まあこのねこの間ついこの間紹介したばっかですけど、この1億円札もね一応ねこれ見えますかね、これ358っていうものでね作ったりとか、あとこれ財布にねこうメモ帳のねまあ札束を入れてるんですけど、これにね一番上だけは本物のねまあお札にしてるんですけど、これもねまあ順番は違うんですけど、358のね数字見えるのかな、これ358、まあ853になっちゃってますけど、こういったのをね、まあ、財布にねできるだけ入れるようにして取っとくっていうようなね、そんなことをやっております。まあ、358のね数字っていうのはなぜねいいのかっていうのは、まあ、小林正佳さんの話ですと、まあ、お釈迦様が35歳8ヶ月で、まあ、悟りを開いたっていうことで、まあ、358にはねすごい不思議なパワーのあるそんなね数字だからっていうね、そんな話をしてたんですが、他にもねいろいろ、まあ、話、まあ、諸説あるんですけど、まあ、風水で言いますと、まあ、風水でもね3と5と8がねすごくいい数字だっていうことで、ちょっとね自分覚えられないんでねちょっとメモしてあるんですけど、まあ風水でもね358っていうのは金運アップや幸運アップの数字っていうことで、3はね発展や金運アップ、それで5っていうのは帝王の数字、まあ、帝王の数字って何かななんてね今急に思ったんですけど、まあ、ちょっとね分かんないんですけど調べればよかったななんて思ったんですけど、帝王の数字で、あと財運アップっていうことです。あと8がね幸運とかねそういったものが、まあ、アップする、まあ、一番ねいい数字だっていうこともね言われてるんですけど、風水的には358っていうのはすごくねいい数字だそうです。あとね他にもいろいろ話があるんですけど、まあ中国ですと西遊記、まあ、天竺に向かう、まあ、日本でね、まあ、実写化されたのとかね、あと自分だとこう印象が
強いのがドリフのね、あの人形みたいなのが出てくる正幸、それがね、面白かったななんて、そんなこともねすごく覚えてるんですけど、3がね珊瑚礁、5が悟空で、著白海が8っていうことでね、これも3、5、8だななんて思いました。それであとね、なんか聖書、旧約聖書のなんかね、ヘブライ語かなんかで、まあ、救世主っていう言葉、まあそれをね、まあ、言葉をね、数字に直すっていうことがねできるそうなんですけど、それがねまさしく救世主が358だそうです。まあ他にもね、なんか日本でねなんか出土した、ちょっとどことかついたのに、ね、よく覚えてないんですけど、なんかね、358本の剣がね出土したみたいな、そんなこともねありますし、本当に358っていろいろなねところで、まあなんかね、いいパワーのあるような、そんなものにね使われてるんじゃないかななんて、そんな風にね思っております。まあ自分はね、なぜね今日この358のね話をしようかなって思ったのは、まあ2つね理由がありまして、1つはね、まあ自分のね、ネット上でつながってる友達、まだ実際にね会ったことないんですけど、自分のことをすごくね、まあ、気にかけてくださる方が、以前ね新車を買ったってことでナンバーがね358にしたよみたいな、そんなね連絡もらいまして、その方からねまた今日ちょっと写真がね送られてきて、そしたらね今日北海道の方なんですけど、すごくね雪が積もって大雪だなんて、そんなねことで連絡いただいたんですけど、まあ、その時ね写真に、まあ、そのね先日買った新車の358のナンバーのね車が、まあ、雪に埋もれてね映ってきたんで、あ358の車だみたいな、ナンバーだなんて、そんなことをね思って、まあ自分もねすごくねナンバーとかで358ってないかななんて、そんなこともね意識も最近ね したりもしてるんですけど、そのね写真、358のナンバーのね車の写真が送られてきたっていうのものと、あともう一つね、まあ、こちらもこれもね、自分の YouTube を見てくださって、それで LINE でねつながってくださった方が、まあどのくらい前だったかな、ちょっと忘れてしまったんですけど、まあ、2、3ヶ月前、もうちょっと前かな、3、4ヶ月ぐらい前に自分にねプレゼントを送って くださった、まあ扇子と富士山のね扇子とかいろいろね、まあ、プレゼントをいただいたっていうことがあったんですが、まあ本当にね、そういったことがねあってすごくね嬉しかったんで、動画にもねしたんですけど、まあその方がね、358の紙袋もねその時に入れてくださいまして、それもね動画でその時にね紹介したんですけど、ちょっとそれがねこの紙袋、358のねこの紙袋、これね実はね100円均一でね売ってるそうなんですけど、自分もねこれ欲しいななんて思ってね100均に行った時にね探しては見るんですけど、自分らのね辺にはちょっと人気があって売れてしまうのかちょっとわからないんですけど、まあ、このね紙袋ずっとね自分のね台所、まあ、コーヒーをねその時一緒に送ってもらったので、コーヒーをね飲みたい時にこの中に入れてあって、まあ、台所ね見えるところに、もういつもねこの358が見えるところに置いてあったんですけど、まあその方ねそのね紙袋を持って歩いた時に結構ねいい出会いがあるみたいな、そんなね話を聞きまして、まあ一番初めに聞いたのは、まあ、斉藤ひとりさんのねお弟子さんの方と、まあまだね斉藤ひとりさんとかね、まあそのお弟子さんのね名前すらもね知らなかった、そんな時にね、まあある方のねディナーショー、まあライブとディナーショー、その時にね、まあなんとね宮本真由美さんってもう言っちゃったんですけど、宮本真由美さんとね同じねテーブルだったっていう、そんなね、まあ、奇跡みたいなことがあって、それでその後ね僕の動画で知ったのかちょっと分かんないですけど、その宮本真由美さんを見た時に、あれこの人ライブのね、まあ、ディナーショーの時一緒のテーブルだった方だみたいな、そんな感じでね、まあ、そのねディナーショーにもこのね358のこの紙袋もね持って歩いてたっていうようなね、そんな話を聞きまして、まあその時にねあともう一人斉藤ひとりさんのお弟子さんの、まあ、結構有名な増岡さんも一緒にご一緒だったっていう、そんなね話も聞きましたし、それでね昨日なんですけど、まあちょっとねまあ
お体がねちょっと悪いっていうことで病院にね行ったんですけど、入院もねちょっとの間してたんですけど、そのね病院に行った時に、まあそのね入院してた時に、まあご一緒入院で病室が一緒だったね方とね、またねこの紙袋を持ってた時に、まあ、再会して話がなんか弾んだような、そんなね話をして、まあ、紙袋で持ってるといいことあるよ、この358の紙袋持ってるといいことあるよみたいな、そんなねことをね言ってくれたんで、もうね今日からね早速ねこれ車にね今日積んで持ってきました。まあ一応ねまあ、車のねナンバーも358にすると燃費が上がるなんて、そんなねことも聞いてるので、自分もねこのね紙袋をねなんとね助手席にこうね助手席にねこうやって、まあ、シートベルトはねさしてないんですけど、まあ、助手席にね置いて、なんかね自分的にはこれお守りみたいな、そんなね感じで大事にね助手席に座らして、それで今日持って歩きました。やっぱねこれで持って歩けばなんかねいい出会いとか自分もあるんじゃないかななんて、そんなこともね思いながら今日ね一日車にね乗せてたんですけど、やっぱねこういったのこういう話するとね結構本当かなとかね疑いをね持つ人とかもね結構いるかもしれないですけど、自分はねなんとなくねこういったのやるとワクワクするっていう、まあ、本当にね誰かとなんか出会いそうとかね金運が上がりそうとか、まあ、自分もねすごく最近運がいいってもう思い込む、そういったことでね、まあ、どんどんね運がね良くなってきたんで、こういったのもねそういったのをね信じてやるっていうのがね一番いいんじゃないかななんて思っておりますんで、まあそうするとね結構ね思い込むことで潜在意識にもねすごく入りやすくなってくるんで、まあ、358のねこの紙袋、倒れちゃった、まあ100均でね売ってるっていうそんなものなんですけど、でもねすごくねなんかパワーをやっぱねこの358って書いてあるんでね、あすごくねパワーがあるんじゃないかななんて、そんなこともね思ってまあ今日ねこの話をしようなんて急遽ね思いまして、とまあ友達からね358のナンバーがのね、まあ、新車と、まあ、そういったね紙袋を持ってこんなことがありました、こういう出会いがありましたみたいな、そんなねこともね聞きましたので、ちょっとねこの358の話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。